はい。えー、こんにちは。そっかじくのこぶです。なんか私、YouTube にログインすると、1年前の、この花屋龍馬さんが出てくるんですよね。で、ここにですね、昨日、撮影された花屋龍馬さんの顔を並べてみます。いかがでしょうかこれ、同一人物でございます。ね。おそらく、当時、なんか、ガテン系科なんかに勤めてたと思うんですけども、かなりね、えー、体使って、 こう、ほっそりしてますよね。最近はその、貫禄が出てきたというか、迫力があるというかね。まあ、穏やかな表情は穏やかなままなんですけども、まあ、こういう風になっているかなってところが、まあ、最近 <laughs> 気になったんでね。えー、花屋レモさんには悪いんですけども、ちょっとこう、一年経ったら、こうなるぞみたいな感じで、チャンネル登録の数も増えたし、ね。 もしかしたら体重も増えたかもしれないんですけども、うん、なんかこの当時のね、動画って2万2000回転してるんですよね。これだから今でも、これ再生されてるってことなんで、当時作った動画がものすごく多くの人の役に立っているところだと思うんですよ。これはすごいなと思いますよね。で、えー、名前の横に在宅ワークとも書いてますんで、やっぱりフックするようなね、えー、こうネーミングセンスもあるなと思ってあ、やっぱりこの頃に、 花梨央さんに出会いといてよかったなと思うばかりでございます。本日は以上です。